はいどうも、今日も元気にバトレやっていきましょう。チャンプルーです。ということで、今日のラストはピポサルで強化練習していきましょう。いやー、はるかのあれは良かったね。我ながら結構満足いく立ち回りができました。あれを当たり前のように対人戦で正確に決めていく、それができないと今回の対人戦勝てないんでね。一瞬の判断と繊細なキャラコン、そして全てにおける、いやーこれは聞こう。届くわけない。いやーこんそこにさ、おっと、そこにさ、メカ四駆あったらさ、はい、当てていきます。危ないですね。オッケー、届きました、メカ防砂キッチョ。はい、ベビー、さあ行け。オッケー、ダブバレー。さあ一人で二人の敵にねアプローチをかけていく、そして正確に攻撃を決め一対一で戦えるようにする、これが大事です。複数相手でも1対1で戦えるように、なんとかこちらが仕向ければ勝てます。1対2でも。はい、これはねカウンターですね。これはモグラ打ちに対するいいやり方ですね。モグラ打ちにはダッシュフープで詰める、でも甘いですね君は。はい、さあこれは一回ウェーブでつなげましょう。これはダブバレサブバズーカでも行くかな。これでつなぐか。 OK、 決まりました。このなんていうのは、相手に当てた時の高須からどのコンボをつなぐかっていうのも、それをね瞬時に判断してやっていく、これも大事ですね。常に状況を判断して、でその状況によって適切なコンボを出していく、これが大事です。大丈夫かこれ。ああダメだよね。あバカ、君はやってきてくれましたね。でも怖いんで。おお、ピポサルがなんかぶちやってましたね。さあ来るかこれ。さあ君じゃない。オッケー。
これは後ろに行っちゃった。 OK 決まった。とりあえずこんな感じですかね。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。タイ人生をお楽しみに。